くよ。いい？どうだっけ？どうやってやるんだっけ？こうだっけ？違う？やってるよ。合ってる。いくよ、うん。いつでもどこでもグリーン。あ。どうも久々です。お久しぶりです。こんな髪の毛もさもさなのに。なんかこうか。ああ。今日このグリーンオンめっちゃ久々なのよ。そんなに撮ってたの？多分 3ヶ月、4ヶ月ぐらいやってないから、あ、半年ぐらいやってないかもしれない。そんなに？そう。久しぶりなの。あの85切り企画と100切り企画やってた時はグリーンお休みしてたんで、そう久々、ね、ものすごく。あ、一回やったね。練習行った時。練習の車の中で。ね、行った。そうそう。それ以来、4ヶ月ぶりぐらい。あ、お疲れ様でした。お疲れ様。深夜じゃない、もう朝だ。朝4時。朝4時撮ってます。朝4時やばい。まあね、あの前回、まあ今日なんでやるかっていうと、ちょっと、まあ、前回100切りと85切りは、まあ、2人ともクリアできなくて、まあ、残念ながら、まあ、先生に教えてもらったけども。で、まあ、今後、ちょっとどうしようかなと思ってて、なんかいろいろ自分の中でちょっと悔しい思いあるじゃない、うん、ね、なんかいろいろ反省点多分あるじゃない、あ、もっとこうしときゃよかったなとか、うん、こうやったらいけたんじゃないかなとか、まあ、ちょっとそういう反省点を述べながら、ちょっと次どういうふうにやっていくかっていうのをちょっと話したいなと思って。なんか反省点ある、まあ、俺はね、もう、まあ、あっちゃこっちゃ結構やっぱ言ってたから、うん、もう全ての精度を上げなければ85は切れないなって思ってるんだけども、もうなんかね、最近感じてるところは、ティーショットがさ、1打目、2打目あんまりうまくいかなくても、まあ、2打目、3打目ぐらいでグリーン周りまで行ってれば結構惜しいところまで行けんだなっていうのが分かった。そう、まあ、自分のその力を過信してるわけでも、まあ、してるわけでもないんだけども、そうグリーン周りのアプローチとパターさえ良ければ意外といいところまで行けるんだ。やっぱりアプローチが苦手。アプローチ苦手だね、うん、けど上手くなってたけどね、うん、上手くなってたし、パターもやっぱり感覚はものすごくいいと思う、うん、初めてやった人よりかはすごい感覚いいと思うから、うん、そこの練習するとね、だいぶスコアを縮まるんじゃないかなと思う。なんか100切れなかった理由で、なんか自分で、あ、これだなみたいな。まあなんかいろいろとダメ。空振りなかったじゃん。空振りはなかった。ね、空振りなかったよね。うん、そうそう。だから、惜しいなっていうのは。まっすぐも飛ばせてはいたのかなって、うん。俺が見た中で一番ちゃんと球に当たってたし、うん、そうそうそう。なんかだから上手くなったなって感じた、すごく。でもやっぱ飛ばしたい方向に飛ばせない。その最後のグリーン周り、アプローチ。あそこに落としたいとかね。そう、あそこに落としたいのに、うん、あっち誰かって。なるほどね。じゃあ課題はもうアプローチだよね。うん、ね、まあ2人ともそうだね。まあけど俺はそのアプローチ周りっていうのは最近すごいちょっと調子良かったから、やっぱり1打目2打目の精度を上げれば必然的に85は切れるようになるんじゃないかなとは思ったりする。あと、もうもちろんやっぱりね、アプローチ、まあ全てだね。全てアプローチも、パターも練習はしないと上手くならないしね。あとつま先下がり、どっちだっけ？左足下がり。なんかその辺が苦手。つま先上がり？上がりじゃなくて下がりか。下がりかな。左足が下にちょっとこうなった時。あ、じゃあ左足下がりな。うん。つらい。それね、俺もそうだからね。昨日？あれ？一昨日？行ってきたもん。行ったんだ。うん。どうだった？ダメだった。129だったかな。安定してそこら辺にはなったんだね。うん、でもそう、安定してそこら辺、うん、そうだね。ただコースがそこもすっごい長かった。ああ、そう。レディッシュで480とか。4000ね。ああ、480ヤードのパー4。あ、うん、パー5。パー4かな、パー4。パー4で480って多分ホワイトティーぐらいで。あ、じゃあパー5なのか。パー5で480。480でパー5でも長いと思う。だからコース選びもあると思うけど、まあ100切りたいじゃない。俺は85切りたいし。まだ企画続ける、うん、
続ける、うん、やりたい、うん、切りたい、切りたい、切りたいよね。そしたらね、まあ、なかなかの先生とかね、あの教えてもらうのはなかなかきついかもしれないんでね、ネットに教えてもらって、うん、まあ、もちろん先生に教えてもらったことをベースに、うん、そう、なかなか多分ね、一緒に行く機会っていうのはあんまりないから、まあ、レッドとだったらすぐ行けるしね、でたくさん行って早く消えるかっていうのを、まあ、リベンジ戦をやりたいよね。俺は85で100で、だからテストは多分また1回みたいな感じでラウンド重ねてね、100切り、けど1年で100切れてもすごいもんだと思うよ。なかなか俺なんて5年ぐらいかかってるから100人。もともと、まあけど最初の方はやってなかったけど、そうレンジャーやり始めて100切って、僕だからここ2年ぐらいでようやくちゃんと100、本格的にやり始めて100切れるようになって、だからせめて100台になりたいかな。108とか110切りたい、105とかね、102とかね、そこまでいくのも大変だけどね。まあやってみようよ、やってみようよ、頑張んなきゃね。そうっていうのはね、ちょっとね、いろいろなんかエンディングもあんまり話せなかったから、うん、今後のこととかね、うんうんうん、そうなんです。なのでこの企画は、まあ、ちょっと先生は変わるかもしれないし、一応自分たちの中では企画は続きます、うん、はい、はそう3人でやるってことはあんまりないかもしれないけど、うん、そう、それぞれそれぞれ延長します。どんぐらい伸ばす？え？どんぐらい伸ばす？また半年？とりあえず半年。とりあえず今何月だっけ？11月。あ、11月じゃない、やばい。10月だ。酔っ払ってる。そんな酔っ払ったな。酔っ払ったなっておかしいな。10、11、12、1、2、3。うん、3月は3月までにってこと？3月だから4月にテストみたいな。あと半年。11月スタートって。10月今月入るの？入るよ、もちろん。でももう今月もう終わるの？終わんないよ、まだ。まだ10日やん。マジ？まあでも3月誕生日だから、誕生日まで。ああ、いいじゃん。それでいいじゃん。うん、でさ、誕生日までに切る。3月まで。3月31日。お、じゃ3月31日までに。またそんな無謀な。いやいや、頑張ればいけるから。100は切りたい。でも冬だしな。3月ぐらいだったらもう暖かくなってきるんじゃない？でも去年じゃない、今年4月から始めたんだっけ。何月だっけ？3月から始めた。寒かった。3、4、5、6、7、8。じゃあ寒かった、まだダウン着てた。そうだね、3月から始めてるから、いいじゃん、ちょうど1年じゃん。確かに。じゃあ3月まで。寒いのつらいんだよ。俺3月までに85切る。そう。おーおーおーって、まだ切ってねえし。切ってねえしね。乾杯。4時にね。4時に。ということでね、まだ、じゃあ、続企画は継続ということで、頑張りますんで。ちょこちょこ多分ホワイトも動画撮って、ラウンド動画撮っていくことになると思いますんで、はい、あとレッドレッスン、レッドレッスンが、はい、多分叩かれるんだろうね、レッドはね。レッドがレッドも叩かれると思うよ。レッドもね、まあ、叩きたい人は叩いてください。そうね、まあ、だってアマチュアが教えて上手くならねえだろうって絶対言われるじゃん。あ、言われるんだろうな、そんなことないと思う。だけどレッドは、そう、レッドはその理論自分でできないかもしれないけど、プロから教えてもらってることを教えてくれるから、そうそうそう、その教え方はすごい上手いと思いますよ。うんうん、はい、うん、ね、分かりやすい。そう、そういうのも、まあ、分かんないでしょ、やってみたらもしかしたら切れるかもしれない。あ、分かりやすい、その先生が、うん、まあ、もちろん変わっちゃうんだけども、あ、こういうことだったのか、あの時のことこういうことだったのかって伝わりやすいかもしれないし、うん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 、ね、後々に繋がるかもしれないね。うん、4時に電話だからね。こんな時間に来店あるかもしれないです。あれ何時までやってるの？5時。あ、5時の、あと1時間もないぐらい。はい、はい、そうです。ということで以上、今日はグリーンオンでした。はい、実は明日もグリーンオンなんで、
僕は後でまた撮ってきます。ありがとうございました。ホワイトちゃん、久々の登場ね、ホワイトちゃんね。またね。またね。髪もさもさだな、切ろ。グリーンオン。バーン。はい。まあ、グリーンオンとしてやる企画なのかな、グリーンオンとしてやる企画として、まあ、ちょっと発表したいなと思います。